斉藤か、聞いたかよ、監察の山崎進の件。ああ、豚書の中で仲間がやられるなんざだらしねえ。クソが、また新選組が舐められるぜ。土蔵でやられたんだったな、山崎は。そうだ、平助が現場を見分している。あんたも言って山崎に手くらい合わせてやんだな。今の死体が山崎です。背中から心臓を一突きでしたよ。昨日の夜中、気配を殺して山崎の背後に忍び寄ってってとこですか。平太氏の仕業じゃないな。山崎ほどの男の背後を取れるやつ、もしくは山崎が気を許せる誰か。それじゃあ犯人はタイの幹部の誰かってことか。ええ、まあ。そういや、昨夜斉藤さんは何してました？寺田屋に泊まっていた。そうか、それじゃあ斉藤さんは犯人じゃないのかな。組の幹部が容疑者ならお前が犯人ってことも考えられるな。ああ、なるほど。そういやそうですね。気がつきませんでしたよ。